テレポ。キリアン。皆さん、こんにちは。男性用スキンケアブランドを展開するベンチャー企業のバルクオムは、海外への販売を強化するため、サッカーフランス代表のキリアン・エムバペ選手をアンバサダーに起用すると発表しました。20歳のエムバペ選手は、去年のロシアワールドカップで優勝に貢献したことなどから、移籍市場での評価額が世界で最も高価な選手として注目を集めています。バルクオムはこれまで洗顔料や化粧水などのスキンケア用品を国内中心に販売してきましたが、エムバペ選手と組むことでヨーロッパなど新たな市場の開拓を狙います。美容に興味のないユーザーをいかに興味を持っていただけるか、バルクオムっていうのがあるんだと、そこにパワーをかけているので、市場を開拓していくところ、そこが勝負のキーになると思いますね。